ヘルマン・プライは、ドイツのバリトン歌手である。プライは、ベルリンに生まれ、ナチスドイツ時代のドイツで育ち、徴兵される直前に第二次世界大戦が終結した。ベルリン音楽大学で、ギュンター・バウムやハリー・ゴットシャルクについて、声楽を学び、1952年、フランクフルト・アム・マインで行われた、ヘッセン放送協会の音楽コンクールで優勝する。彼は、歌曲リサイタルで歌い始め、翌年ビースバーデンで、オペラの初舞台を踏む。その後ハンブルク州立歌劇場に加わり、1960年までそこで歌った。ハンブルク時代の最後の数年には、ザルツブルク音楽祭をはじめ各地でしばしば客演した。1960年にタンホイザーのボルフラムを歌って、メトロポリタン歌劇場にデビューした後1970年頃まで頻繁に出演し、1965年には同じ役でバイロイト音楽祭にもデビューした。初期にはヴェルディも歌うことがあったが、後にモーツァルトやアール・シュトラウスの作品を中心に歌うようになった。また、プライはオペレッタもよく歌い、テレビ放送に出演したためテレビ視聴者から非常な人気を博した。ドイツの民謡や学生歌も好んで歌い録音も残しており、その点でもやはり明るいキャラクターで親しまれ続けたエーリッヒ・クンツの後継者的な側面も持つ。1982年からはハンブルクの音楽大学で後進の指導を行い、自伝を出版した。また、1976年オーストリアのホーエネムスでシューベルティアーデ音楽祭を主催し、自ら歌うとともに、優れた演奏家を招いて、毎年多くの演奏会を企画した。1988年には、ザルツブルク音楽祭で、フィガロの結婚の演出を行った。1998年、バイエルン州、クライリングで、心臓発作のため死去した。得意なレパートリーは、モーツァルトの、フィガロの結婚、魔笛、コジファンツッテ、セビリアの理髪師、ニュルンベルクのマイスタージンガー、コウモリなど、ブッフォ系の役で、天衣無縫な歌唱が聞かれる。特にロッシーニは、ドイツ人歌手には、珍しく、二つのフィガロで成果を収めた数少ない歌手となった。プライのレパートリーの最も革新を成していたものは、自身で、私の人生の中心と語っていたように、シューベルトであり、シューベルトをはじめとするドイツ歌曲は、極めて高く評価された。時折音程が不安定になることもあるが、豊かな感情表現でそれを補っていた。1970年代から80年代にかけて、フィリップスレコードに、ミンネゼンガー歌曲から20世紀に至る歌曲の歴史を辿ったドイツ歌曲大全集のレコード録音を行うなど、5歳年上で同郷のディートリヒ・フィッシャー・ディスカウと常に比べられながらも、この歴史的大歌手に次ぐ、体系的な録音を残した。他にも彼は多数のオペラや歌曲のレコード録音を行った。その他声楽を含む演奏会、とりわけ J.S. バッハの受難曲やブラームスのドイツレクイエムにもしばしば出演した。アメリカでの初のリサイタルは1956年で、また日本では1961年に初めて演奏会を開いた。シューベルト生誕200周年にあたる1997年にサントリーホールにおいて1月24日からシューベルトの誕生日である1月31日を挟んで2月5日までの12日間で伴奏ピアニストのミハエル・エンドレスと共にシラー歌曲集、美しき水車小屋の娘、ゲーテ歌曲集、冬の旅、様々な詩人による歌曲、白鳥の歌のシューベルティアーデと称する一連の連続コンサートを行い、シューベルトイヤーの目玉となった。その際、最終日の最後の曲、鳩の使いに至りついに歌うことができず、一旦舞台の袖に下がり、その後歌い直したというエピソードが残っている。ありがとうございます。